七熊。私には時間がない。高校卒業まであとちょっと。大学に行っちゃったらすぐに帰ってこれる距離とはいえ、幼なじみのハルトと離れ離れになっちゃう。それまでにハルトに好きって伝えて、脱幼なじみしたい。そうだぞ、なのか。チャンスを逃したらいつ誰がハルトのことを好きになるかわからないんだから、告白するなら今。そう、今って。そんな簡単に告白できたら苦労してないわ。はあ。ねえ、ナナカ、なんでさっきから変顔の練習してんの？暇なら引っ越しの準備でもしてくれば？どうせまだ終わってないんでしょ。はい、その通りです。はあ？あんたまだハルト君に告白してないの？ハルト君かっこいいんだから、大学行ったら人気出るよ、あれは。ナナカ、あんたがさっさと捕まえとかないと。だよね、だよね。よし、私のとっておきの作戦でハルトをメロメロにしちゃうんだから、待ってろハルト。なんか嫌な予感しかしない。ハルト、いる？ちょっと、いくら幼馴染でもノックくらい。ハルトったら私の色気に言葉も出ないみたい。これで嫌でも私を女の子として意識しちゃうでしょ。どうハルト、私ってこういう服も似合う。うわっ。ナナカ、今3月、そんなペラペラな格好してると風邪ひくから早く着替えてこい。はい。お願い、ハルトが教室に戻ってきたらハルトの目の前で私を遊びに誘って、好きな女の子を誘うみたいにやってほしいの。わかったよ。で、これは何の作戦？これは男子に遊びに誘われる私をハルトに見せて、私だってモテるんだぞアピール作戦。ハルトもモテてる私を見れば誰にも取られたくないって焦りが生まれるはず。来た。じゃあお願いね。なんだかちゃん、今日の放課後って空いてる？俺、君と行きたい場所があるんだ。どうしよっかな。あれ、ハルト気づいてない？あ、ゆりちゃん、悪い。他の女子を遊びに誘ってるところなんてゆりちゃんに見られたら困るんだ。じゃあな。ちょっと。なんて言ったらいいかわからないけど、元気出して。あいつ、ハルトに哀れなやつだって思われちゃったじゃん。頼む人間違えたね。とうとう卒業するまでハルトに告白できなかった。作戦も全部失敗しちゃったし、どうしよう。ナナカ、何ぼーっとしてんの？帰るよ。うん。あの、ハルト先輩、私ハルト先輩に話したいことがあって。それで、あの、嘘、もしかして告白？ナナカ、先帰っててくれる？うん。ダメだ、やっぱり気になる。どうしても気になってしまった私はハルトたちの後をつけた。すると二人は中庭に立っていた。ハルト先輩、ずっと好きでした。先輩が卒業してもずっと大好きです。それ以上聞いていられなくて、私はその場から走り去った。私にとやかく言う資格なんてない。あの子は勇気を出してハルトに思いを伝えた。私にはできなかったけど、すごいな。結局ハルトが告白にどう返事をしたのか気になりすぎて、いつものように
ハルトの部屋に来てしまった。二人が付き合ったって聞いてもおめでとうなんて絶対言えないのに。ナナカ、お前また勝手に。おかえりハルト。ねえ、さっきのって告白でしょ。やるなあハルト。なんて返事したのか教えてよ。断ったよ。全然知らない子だったし。え、そうなの？なんだ、可愛い子だったのにもったいない。私が男だったら付き合ってたな。ハルト、告白断ったのか。ハルト？人の気持ちも知らないで。え？何がそんなに嬉しいのか知らないけどさ、いくら幼馴染って言っても男の部屋でベッドに寝転ぶなんて、ナナカは俺のこと本当に男だと思ってないんだね。あの、ハルトさん？この前なんてあんなに肌の見える服平気で着てくるし、俺のこと男だと思ってないからあんな格好してくるんでしょ。俺だっていい加減我慢の限界なんだけど。ちょっと何そのアホ面。はあ、全然分かってないみたいだからはっきり言うね。好きだよ、ナナカ。小さい頃からずっと。さっさと幼馴染なんて関係を終わらせて次に進みたいんだけど。え？私のこと好きなの？女の子として？だからそう言ってるじゃん。嘘みたい。私もね、ハルトのこと大好きなんだよ。男の子として。なんだ、私たち両思いだったんだ。はあ、そう無邪気に喜ばれると何もできないんですけど。仕方なさそうにそう言うと、ハルトは私のおでこにキスをした。そして4月、私たちは晴れて大学生になった。ただいまハルト。ナナカ、また帰ってきたの？毎週末帰ってくるなんてどんだけ暇なんだよ。だってハルトに会いたかったんだもん。暇人扱いしないでよね。連絡してくれれば俺が会いに行くでしょ。でもそれだと私寮住まいだからお外デート一択になっちゃうでしょ。ん？それの何がいけないわけ？いけなくはないんだけど、おうちデートならテレヤのハルトもキスとかしてくれるかもってちょっと期待しちゃうんだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。